すごいおしゃれですね。すげえ、めっちゃいい。めっちゃ雰囲気良くない？雰囲気いいし、なんかすごい温まりますね、気持ちが。ね、メニューどう？すごいなんかプレミアムジャクソンバーガー2つと、フライドポテト1つとコーラ2つお願いします。セントロビンソンビール、どこで？セントロビンソンビールじゃない、セントロじゃないでしょ。あ、セントゥデイズビールラインナップって書いてあるんですよ。すげえ。飲める人だったらこれ楽しいね。ですね、今日はちょっとあれだけど。あ、来たみたいですね。ありがとうございます。はい、飲んでます。やっぱハンバーガーにはコーラだよね。一番合いますね、安定ですね。あ、ハンバーガーもありがとうございます。はい、飲んでます。こちらがプレミアムジャクソンバーガーです。めっちゃボリューミー、美味しそう。艶がすごいですね。ね、じゃあいただいていきましょう。はい、早速いただきます。うん、あ、美味しい。トマト、肉、肉、肉、キャベツですよ。キャベツじゃないでしょ。あ、レタスですか。キャベツ入ってるハンバーガー聞いたことないけど、どう？美味しい。ボリューミーで満足感ある一品だと思います。では。じゃあ私もいただきます。はい、いただきます。うん、うまっ。ベーコンがしっかり存在感あってすごいいい味出してます。おいしい。そしてこのポテトですよ。はい、もうザ芋だもんね。美味しそう。こっちもいただきます。いただきます。安定の安心の味しますね。安定のポテト、そんなんあるか。え、そんなんあるか。もっとあるでしょ。なんか仕事来ないよ、もうこれ以上きついな。競輪で頑張るしかないね。そして頑張るしかないですね。まあ、競輪選手に限らず調布には美味しいもの たくさんあるんで、ぜひぜひ食べ歩きしてみてはいかがでしょうか。突然閉めるじゃん。まだまだ続きますか。調布の美味しいグルメをめぐってもっと増量していこうかな。なるほど、うん、食べ終わりました。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。とっても美味しかったです。美味しかったですね。ちなみに自分で今日食レポ何点だと思う？ Today's Girls Points 100! イエーイ。じゃ念のためもう一回いいですか。2テイク使うから。もう自分で取り直すんだったらもう責任持って、責任持てよ。普通にやるから。普通にやるから、ね、普通にやれよ。じゃあ点数ですか。100点満点中120点で締めたいと思います。安心安全で120点。そんなね、初心者にいろいろ言われても僕はもう頭いっぱいになっちゃうね。ちょっと練習していこう、これからね。また来るかもしれないから、まあ、いつかね、うん、いつかね、ね、はい、あのお仕事こちらまでぜひ、はい、お願いします。ダイレクトメッセージお願いします。お願いします。はい、じゃあこれからカードを引いて対談、この質問に答えるっていうコーナーをやります。じゃあいつか僕から。あ、どうぞ。はい、いっちゃいましょう。はい、岡本ニナ選手へ質問。ラーメンが好きすぎてニナ二郎と呼ばれてるって本当ですか？最近競輪場のヤジじゃない、応援ヤジじゃなかった応援で、はい、ニナ二郎って呼んでくださってる方がいますね。なんかきっかけとかあったんですか？ジローが好きで、はい、それを2回ぐらいあげたかもしれないけど、その2回でお客さんに めっちゃ食ってる人みたいななっちゃったんだよ。なるほどなるほど、らしいです。じゃあ次の質問いきます。めっちゃ気まずい質問来たわ。初恋は何歳？どんな人？小学校2年生の頃なんですけど。お、遠足の集合写真ってあるじゃないですか。ああああ、その写真見てこの子かわいいなって思った程度ですね。薄いな。接点ないんですよね、どこ友達としか遊んでなかったんで。ちなみにですけど、どういう子だったんですか？もう学校終わって家帰ってランドセル放り投げて行ってきますって言って、
門限まで遊んで走り回って帰ってくるみたいな。僕もどっちかというとそのタイプなんですけど、ズボンの膝ピリピリにしながらうちも一回顔面つまみれで帰ったことある。家に顔面つまみれですか？ボール追いかけるのに夢中になって、朝礼台のこの一番この角にバーンって ここぶつけて血出て、そのまま持ってたハンカチでこうやって押さえて走って家まで帰って、途中であまりにも血だらけすぎて全然知らないおばちゃんに、あなた大丈夫って言われて、あ、大丈夫です、家近くなんでって言って笑顔で走って帰って、で家帰ったら親にお前何ちゃんだって怒られた記憶ある。見た目がえぐすぎる。初恋の話からね、だいぶそれちゃったけど。だいぶそれましたで、2023年達成したい目標は何でしょうか？まあ、一層一層大事に目標を持って決勝上がって優勝したいですね。急な決勝大変だもんね、はい、今年1年で10回は乗ろうか。決勝20回。決勝10回。じゃあそれ目標で。なんか目標はありますか？2023年。去年優勝できなかったんですね、1回も。だから今年は1回以上優勝したいと思ってたら、この間優勝できたんですよ。おめでとうございます。だから1回と言わず、もっと優勝したい、ね。そうです。ほい。はい、はい、出ました。はい、はい、出ました、出ました。はい、いけないよ。打ち明けたい秘密の告白は？あるよ、そんな。秘密の告白…いや、ないですね、僕は。本当に。残念ながら。じゃあ、はい、ピンク狙っていきますか。あ、来た。はい。好きな食べ物や勝負飯は？もう唐揚げが好きですね。いいね。ああ、練習終わった、よっしゃ、腹減ったな、とりあえず唐揚げ食いに行くかみたいな感じになります。いや、よくでも練習後によくそんな重たいのいけるわ。僕あの基本的に朝食べれない人なんですよ。一緒だわ。だから昼と夜ご飯でがっつり食べるみたいな。めっちゃ食べるもんね。食べるとき食べますね。半端ないよね、うん、よく言われますね。お前昔と比べたら食べれるようになったな、ね、当時高校3年生の時で体重が60キロちょっとだったんですよ。マジ？はい。細っ。で、姉弟子の中村ゆかりさんには月2キロ増やす目標で行こうなって。やばいね。マジかよと思って、もうありとあらゆるものを詰め込んで、まあ、ゼリーとか水とか、うん、毎日あの朝体重計が置いてあるんですよ。で、このベンチのところに中村ゆかりさんが座ってて、はい、じゃあ荷物置いたら体重乗りって言って、その目標の体重に行ってなかったら、じゃあ 今から 1キロ増やしてこなって言われて。やばいね。そうだって、なんか聞くところによると、その増量期大変すぎてペットボトル隠し持って体重計乗ってたとか。それは言わない約束。それは言わない約束。あ、今でも今でも言ってないの？言ってないです。言ってないの。そういう、まあ、過去もあって今も。大きくなったね。全然悪いことじゃないんで。はい、中村さん大きくなりました。大丈夫か、怒られないかなこれ。大丈夫じゃない。だからそれあれじゃない、打ち明ける秘密の告白だったんじゃない。ああかもしれない。はい、じゃあ、 いろいろ質問答えてきたんですけど、どうでした？打ち明けてなかった秘密が聞けるとは思わなかった。いや、いい対談でした。まあ聞かれたら聞く、答えるタイプなんで。そうだよね、はい。隠さないでね。そうそうそう。生きてた方がいいもんね。そう。じゃあ、慶応学走る時の意気込みをお願いします。はい、地元慶応学、走る時は全力で声援に応えて走りたいと思います。応援よろしくお願いします。慶応学、本当に走るたびに声援多くて、本当に力になるので、次走る時もその声援に応えられるように一生懸命走るので、応援よろしくお願いします。はい、以上で終わります。ありがとうございました、はい。はい、ありがとうございました。次回も見てね。チャンネル登録お願いします。チャンネル登録お願いします。